うん、子供の頃はね、あの空襲の最中ね、わーっと焼夷弾が降ってくる、下で電気暗くしてこたつで死なばもろともなんつって麻雀。僕は戦争が終わったのが年齢的に言うと中学2年です。その頃からゲーマーで、それで玉坂エニックスが出したパソコンの、うん、将棋のゲーム買ってきてやって、でアンケートはがまめにも出したんですよね、うん、そしたらパッと電話がかかって、そこの会社の専務がそのアンケートはがきみんな見るらしい。あ、これ小学生だろ。その横で制作担当の専務、これは作曲家の人ですよ、電話かけてみましょう。電話かかってきて、あの杉山先生、ひょっとしてゲーム大好き、あのお好きなんですか。大好きです、コンピューターで。うちのゲームの音楽やりませんか。やるやるって、その時将棋のあれでしたかね、いわゆる指して言うとノータイム、はい、やるやる。それがきっかけです。一番最初はね、はい、ウィングマン2というパソコンのゲーム、それをやりました。でそれから今度はあのファミコンでゲームをやるんですが、それの、うん、ドラゴンクエストというゲームのね、うん、一応もうマスターアップまでできてるんですが、その専務が入ってる音楽がこれではあまりにもどうしようもない、全部キャンセル しますんで、やってくれますかって、やりますよ、いいですよっつって。あの頃あのゲームっていうのは大学 あの同好会とかクラブ活動の延長みたいなもんで、コンピューター好きの 5,6 人のクラブ活動のメンバーがみんなで寄ってたかって作るというゲームが多かったんですね。ですからそのドラゴンクエスト1の時のメンバーっていうのはみんなあの香川県の丸亀から出てきた、でこっちの産業大学の学生になってコンピューターを終わってやってるクラブ活動のメンバー5人、そのメンバーの1人が作った曲なんですが、これやっぱりね全く素人さんだからどうにもならなかったです。でもね、そういうほらクラブ活動のメンバーですから結束が固いわけでしょ、ですから最初打ち合わせに行った時、あのプロのね作曲がゲーム音楽なんかつってね、簡単にペッと譜面だけ書いてポーンとやって放り投げて終わりだろうというイメージ、拒否反応があったわけで、行って、うん、でまあちょっと話をしましょうって、いろんな話をしてる間にゲームの話になって、うん、でいろんなゲームの話か、彼らもゲームフリークなわけで、僕はあのゲームセンターである、うんうん、やなんかにあるこういうゲームの、うん、先進的なゲームしてて、だからゲーマーとしてはね僕の方がはるかに上だったら、うん、その若い連中のね目つきがね、うん、次第に尊敬のまなざしに変わってきて、あ、これだけゲームに強い先生、はい、気合い入れてやってくれるんだったら、あ、期待しますって話。で曲のねコンセプトをどう決めようかって時に、僕がその、うん、一番最初にそのゲームのディレクターの中村さんに発した質問は、このゲームはどういう世界のゲームですかっていう質問をしたら、彼が即座に言ってみればヨーロッパ中世の騎士物語のような世界ですという返事が返ってくる。そこで僕がパーンと浮かんだのは、ワグナーのニーベルンデンの指輪とか、ああいう世界がパーンと浮かんで、あの中世の騎士物語であれば全部のゲームの音楽の一番こう色のベースをクラシック音楽にしましょうと、ああじゃあそれでいきましょうと。でまあ、あのドラゴンクエストにね力が入るのは、僕なんか子供時代ね、なんで育ったかっていうと当時の少年講談冒険小説、そういったもので育ったわけです。で少年講談とかあの冒険小説で、うん、とりあえず子供心に感じるのは完全懲悪ね、うんうん、善か悪か正か邪かという、うん、この基本完全懲悪というものがまず入って、うん、で大人になってから、うん、あの正義と一言にこれ言っても
正義には正もあるし、正義の中にもおかしなことがある、悪と言われるものの中にも何か面白いものがある、正と悪の中間の存在というのも大きいよ。でその僕の子供の時代の冒険小説に相当するものがドラゴンクエストだと思うんです。でドラゴンクエストをずっと一貫して貫いているのは完全懲悪、正義と邪悪の対決で、本人勇者になって正義のために戦う、人々の平和と幸せのために戦うっていうのが大きなテーマで、そういった意味では非常に大きな役割を果たしていると思いますね。はい、ですから曲数から言っても規模から言っても、作曲家が一つのオペラの全曲を書く、だからバレエの全曲を書く、シンフォニーの全曲を書くぐらいの作業ではありますね。それから映画やコマーシャルと同じように映像ムービー部分が先にできているものがあります。とそれをもらって時間を計ってきっかけを合わせてそのムービーの映像に合わせて作る部分もあるし、で逆にこれはこれでやってよみたいな曲をドーンとしてその曲に合わせたサイズで向こうが何かを作ることもあるし、で自分でゲームをテストロムでやってみて俺は違うよっつって自分でキャンセルして書き直すこともあるし、まあだからやり取りしながら と時間をかけてやります、はい。ドラゴンクエストの音楽は開発が遅いから3年もかかったりするから3年間ゆっくり音楽を考えて作る時間があるんで助かってますわ。